センスオブワンダーとは、一定の対象に触れることで受ける、ある種の不思議な感動、または、不思議な心理的感覚を表現する概念であり、それを言い表すための言葉である。SF 用語としての用法と、レイチェル・カーソンの著作、センスオブワンダーに由来する用法とがある。SF 作家の森下和人によると、 SF 用語としてのセンスオブワンダーという言葉はアメリカでは1940年代から使われていたらしい。とされ、本語の書出は1940年代まで遡れると思われる。ちなみに、レイチェル・カーソンの著作は1965年に出版された。SF 小説等を鑑賞した際に生じるある種の不思議な感覚のこと。また、 それを他者へと説明するための語である。SF 的な表現手法やアイディア、あるいは強烈なイメージによって、イカ作用が特に働いた場合、生じることが多い。これについては、SF 評論家の王の牧の執筆した、帝都物語書評の次の一節からも伺える。現在実際に存在している都市というものが、 ほんのわずか時間や視点を変えるだけで、どれほど異様な未知の様相を提するか、本書ではそういった、以下作用が、積極的になされ、読者のセンスオブワンダーを誘っている。また、アメリカ合衆国の SF 作家ブライアン・オールディスは、実著の中で、このセンスオブワンダーが1930から40年代における SF の特徴であると述べ、 1970年代の初期と中期においてアメリカの SF 小説は抑制と小説技法を重視する新しい感性のもと、これを取り戻そうとしたと論じた。自然などからある種の不思議さを感じ取る感性を説明するための語、ありがとうございます。